はい、プレイしていきたいと思います。トータルアキュレートバトルシミュレーター。いやー、少し時間が空きました。ごめんなさいね。一段落ついたんで、また久しぶりに再開していきたいと思います。今回の依頼はマスケット対ボクサーの大群ということでね。なるほど。マスケットというのは銃だったね、確か。で、これバーサスボクサーの大群ということなんですけど、意外とマスケット弱いんだよね。弱いんだよ。なのでマスケットに有利になるように並べましょう。弱いというよりかは、なんというのかな、弱い弱いっす。そこまで強くない。なのでこっちに有利になるように並べましょう。おい、ちょっと待って、やばい、これ間違ってる。これ依頼と違うことやってるぞ俺。マスケットの大群とボクサーになろうとしている。ちょっと待って、とりあえず依頼を実行するためには、ボクサーの大群対マスケットだから。 OK。 ユニット数120。もうこの時点でパフォーマンスバットだからね俺ボクサーを、やばいだろこれは。でもこれぐらい置かない大群にならないだろ。240で倍だから240にしようか。よし、もう一応よしよし。で、ヒルで戦いましょう。ヒルで再建。超重たいぞこれは。やばい、これはやばいこれは久しぶりすぎて加減を忘れているようだこんなに重たかったっけ。つかやべえ、やばいやばい。撃てよっしゃー、きたー。鉛玉によってボクサーが撲滅されていくはず。全然減ってない気がする。そしてボクサー何人か散歩しに行った。やべ、これちょっと重たすぎだわ。これ多分ボクサー勝つでしょ。だってあっちにど真ん中、こっちの真ん中にさ、ちょそうだよ、パーソル動かしたら動くんだよ。真ん中ら辺でさ、周回開いてるボクサーもいるの散歩してるボクサーいっぱいいるし、周回してる人いるし、スマはもう赤軍スルーして走ってくボクサーいるし。いやー、マジかー、これはボクサーが、おっと、一人突っ立ってるぞ向こう側に。あいつが無双してくれれば勝てるんじゃないの。あいつの存在誰も気づかなければ。あっと、後ろから回り込んでくボクサーが、あいつの存在誰も気づかなければ、ステルスキル、ステルスっていうのかこれやばい、バレた、右手、よっけろ。あーだよね、そりゃそうだよね。いや、そう思います。よし、じゃあ一回消そう。今のはちょっとダメだ。10対5ぐらいで、10対10でいこう。まずこれでいこう。マスケットさえ対ボクサーの大群って、ボクサー少なくてもマスケットに勝てるんじゃないか説。見て、あいつ肩組んできてるぞ仲良く肩組んで吹っ飛ばしてきてるぞ。おら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 、やばいって、10対10で倒してんだから。ダメだこりゃ、ダメだこりゃまずボクサーの大群強えんだって。ちょっと待って、あった。じゃあボクサー銃でマスケットを遠くに銃を置いてみようか。これで一応射程外からスタートするはずなんで、マスケットにまだ有利。ほら今近づいてるでしょ。撃てー、首振ってやがるこいつらやだやだやだって首振ってたこいつらうわー、ダメだ、めっちゃ撃ってるのに2人しか倒れてないっていう。あ、でもこれ勝てるんじゃない。うわ、ライフルが飛んでった。おお、やっと勝ったよ。よしよしよし、いいぞ。じゃあ次、
ボクサー何人まで退治できるかだな。バラしたらいい感じにいけるんじゃないの。ちょっとほらほらほら、打て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 、発射ハッシャーキュイーン。ダメだ、同じとこに打ってやがる。肉壁だな。あ、仲間内でやった。お前今仲間撃ったぞ、大丈夫か。お前のせいでこの軍が乱れたんだよ。さすがに20対10は無理か。外した焦ってたんだな今の最後のやつ。いや分かる、その気持ち分かるわ。囲まれたら焦るもん。とりあえず一人でも倒して死んでいこうって思っても一人も当たらないっていう。よくあるよくある。10だろ、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。こうすれば多分分散してるからいろんなやつを狙ってくれるはず。さっきみたいに一人二人撃ってやるんじゃないはず。うわ、初段でやっぱり一人狙うか。マジかよ。分散して狙おうよ。お、でもこれ勝てるんじゃない。ちょっとチャンスありそうだぞ。あー、でも左側が押されてるな。いけるか。4対5。うわうわ、乱れパンチでやられた。うわ、仲間に撃たれた。いけ、もうちょ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 、狙え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 。とは焦ってたな、焦ってたな今の人。ということはこれをマスケットを左右をちょっと前に出せばいけるんじゃないの。いけー、発射ピュン。当たってね、当たってね、当たってねえじゃんか。お、いいぞ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 。そして左からどんどん来るけど、こいつら仲間内で殺さねえから大丈夫かな。ちょっと、おっと、いい攻め方してんなブルー軍は。お、いいぞいいぞ。ここは、うわっ、お前左のやつこっそり仲間殺したな、あいつな。事故に見せかけて一人余裕で倒してたな。よし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 、こうすればとりあえず20対10、20対10でも勝てる。じゃあ、あと5人追加しよう。真ん中も一人飛び出させてもいいかもね。左右の撃ったのが当たるのか、それが結構重要なところだよね。ほら、また当たってない。当たらないんだよ、そこが問題なんだよ。うわ、ここで何人倒せてるかで重要だよね。うわうわ、これもう無理だ、これ無理だ、これ無理ですわ。あーあーあああああ、真ん中のやつを持ちて前に出そう。こいつももうちょっと前で、これでいこう。あ、やべえ、仲間に殺されねえから大丈夫かな。お前撃て、倒したか。とりあえず2ダウン2ダウン3ダウン4、いけいけ。あー、止めろ止めろ止めろ。うーわー、ダメだこりゃ。じゃあ分かった、25のボクサーを縦に並べよう。できるだけマスケットに有利な形を整えてあげよう。こうすればマスケットさん有利のはず。いけ、一人ずつ仕留めるんだ。よし、いいぞいいぞいいぞ。流れ弾で倒すんだ。そうだ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 。
そう、手前から手前から手前のやつ、よし、ナイス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 キルナイスキルナイスキル、いいぞ、効率よく倒してるぞ。おっと、回線する前に結構な数を減らした。これぞ遠距離の醍醐味だけど、ボロボロだな。ダメだ俺くそー、ダメかダメか。なるほど、真ん中に敵戦力を集中したので俺も真ん中に集めよう。10人だよね確か。1 2 3 7 8 9 10、大丈夫かなこれ、仲間内でやっちゃわないかな。あ、やばい、大丈夫。お、いいぞ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 。おっと、これはいいいいいいぞ。このこ、あー、やっちゃった一人後ろからやられた。これ前にいるやつ俺やりたくねえな俺一番後ろから撃つ人がいいわあー、ダメか。結構倒したんだけどな、4人残った。ちょっと仲間倒しちゃったからな。じゃあ仲間ちょっとバラして、ここをこうしよう、こうしよう、これだったらいけるだろう。ほらみんな肩、うわー大丈夫かな、一人腕に入っていける、いける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 、撃つな撃つな撃つな、前に出すぎ、お前前に出すぎだって、危ないって。そいつら、おい3人前の3人、あーだから言ったやん、前に出すぎだって。さっきの4人の方が良かったわ、前に出すぎなんだよ。撃てる射程だったら出なくていいんだよ。横一で行くか、よしこれで行こう。これだったら仲間内でやらないだろう、前に出なければ。おい、だから前に出るなって、前に出なくてもいいんだから。あ、だから、うわー、これで戦力1ダウン。このボクシング早いんだってダメだおりゃこれは難しい。うわー、あえてこっちにマスケット置いて、こっちに寄らして、次こっちに寄らして、こんな感じ、タゲ分散方式、一回左にタゲを振る、それでみんな寄るから。うわ、お前ら射撃下手か、そんな銃持っててお前らそんなに倒せねえのかよ。あいつ犠牲になっただけやん本当に。うわーうわーうわー、こいつら仲間倒そうがうまいんじゃないの。ダメだこりゃダメだ、圧倒的に敵が強かった。射撃下手だな。そしてこの振る舞いにこっちに来るっていうことが判明したんで、もうこっちに待ち受けよう。左側がおとりになるだろう、左というか右というか、敵軍から見て左がおとりになるだろう。お、いいぞ今のところまだ。うわー、フラグ俺が立てたのかな、まだ誰も仲間撃たれてねえぞって思った。おい、ダブルキルした今ライフルダブルキルした今現場を見てしまった。ここであえてここにこういう配置っていうのもありじゃないの。よし、斜めから攻める攻撃、いけ、
あ、これまずいかも。一人やっちゃうかも。やっちゃったー。嫌な予感はしてた、今。おっと。おっと、いいぞ。いいぞ。いくないぞ。うわ、見事な。見事な特攻で。というわけで、今回はもう、マスケット VS ボクサーの大群でしたけど、ボクサーの勝ちです、これは。明らかに、まあ、数の暴力というか、大群なんてつけたらボクサー強いんですよ。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録してくれたら嬉しいです。あとコメント欄に要望を書いてくれればどんどんリストに追加していって順番にやっていきますのでね。いや、少し時間が空いてしまいましたけど、ありがとうございました。チャンネルじゃない動画の下の説明欄にこのシリーズのプレイリストありますので使ってください。セシカでした。